動を忘れず愛を忘れず戦国非道の世を生き抜いた我こそは徳川真田の架け橋葵の稲姫ここに参上。鬼となり影となり徳川の使い番たる五の旗印掲げるところに服部党あり清康公の恩義に応える暗中飛躍の影奉仕各家へ我は愛事を助ける草の者伊賀人将服部半蔵正成だ。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる正義と忠義を胸に秘め赤い甲冑身にまとう先方は譲らぬ命は惜しまぬただ全身あるのみ戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政参る。日輪無の字の旗のもと小牧長久手の戦では八幡林の朝駆けで秀吉方を震わせた家康公から安の字を賜り徳川家中人品最も高しと言われし我こそ地位兼備の将榊原康政推薦生涯57度の戦に臨み一度たりとも傷つかず家康公の御為とこの手に握るは天下三名僧とんぼきり我ことの難に臨みて知りつかず我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝参る。四天王の侵害は家康公の片腕と三方ヶ原での陣太鼓長篠での奇襲戦あまたの戦を指揮する東三河の旗頭四天王が筆頭酒井左衛門の城忠次健三急ぐべからず官人は無事長久のもとへ我が生涯かけたる望みとは天下太平の世時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武将我こそが家康平等家康公葵武将隊
ね、返事した3列目ぐらいまで。はい、皆様お返事お願いいたしまする。皆様こんにちはでございまする。ありがとうございまする。我ら安城市のお隣岡崎市よりやってまいりました。観光 PR をやっておりまするグレート家康公青い武将隊でございまする。どうぞ皆様よろしくお願い申し上げまする。さあ、そんな我らですけども、日々岡崎城にて毎日おもてなし、そして週末にこのような演舞を毎週土日祝日と見せておる、そんな我らでございますが、そちらの今ねブースご覧くださいませ。あちらの方に売っております。皆様、岡崎混ぜ麺というのをご存知でしょうかな。こちらが岡崎の今大人気のグルメでございます。そちらのですね、岡崎混ぜ麺の協会の皆様と、そして青い武将隊がコラボした T シャツ、あちらに売っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。赤い T シャツ、赤いタオル持ってるものを見せてくれ。おお、俺な。はい、劣勢。はい、はい、そしてそして、その隣でですね、本日発売となりました岡崎混ぜ麺ラップ入っておりまするわしらの曲がございまする。青空という新曲 CD 発売いたしました。よいしょ。本日発売でございますので、さようでございまする、はい、皆様ぜひよかったらお買い求めよう。さあ、そしてさっきからね、岡崎混ぜ麺、岡崎混ぜ麺とそうじゃな言っておりまするけども、さっき岡崎混ぜ麺のブースにて、はい、堂々と武将のね格好で、買いに行った方がお二人いらっしゃいますので、インタビューをしてみたいと思います。そうじゃ、わしとこちらにおる本田忠勝と一緒にな、先ほど岡崎豆混ぜ豆おい岡崎混ぜ麺、これでもね、これで覚えてる、の中では最年長のね、最年長の口も緩くなってきてる。あ、ね、いかがでしたかお二人。そうよな、やっぱりわしはな、あのすごいコシがあってすごい美味しかったし、味噌の味もしっかりしておって、うん、すごい美味しかったね。美味しかった今伝わりましたかな、皆様。あ、伝わった、伝わったもの大丈夫だよ。あ、おお、優しい、優しいな。いや、ここはでも戦国最強のグルメレポートを聞いてみたいの。いや、今日はね、出店されておったのが一輝さんというところの岡崎混ぜ麺。つけ麺はな、つけ麺が非常に美味しいんだけれども、この混ぜ麺も実にうまい。やはりな、一輝さんの特徴は麺の太さ、麺の太さにこのスープがな、あの混ぜ麺のスープが非常に絡んで、もうこれはもうね、食べたら食べたらもうどん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 食べたくなってしまう。もう進む進む、もうね、もう一杯ぐらい食べたいぐらい。これな、ぜひぜひ。もう売れちゃったのかね、一輝さんの。これまだやってる、売れてしまった、完売。これはもうなんだ、ということはもうな、一輝さんに行くしかないわ。ぜひこれ行ってみてくれ、はい。さあ、ということで、うん、岡崎混ぜ麺のねつけ麺師は一輝さんは岡崎市にもあるんですけども、最近ね安城市にも、はいはいはい、ね、分店としてつけ麺師は一輝さん出されました。ぜひそちらの方にも足を運んでみてくださいませ、うん。いや、そんな店をなたくさん勝成殿も回られたということで、はいはい、勝成よ、一人よじゃの、もう40店舗ぐらいは知り尽くした男ですからね。全店でそれぐらいありますので、混ぜ麺店、皆さんもぜひね、岡崎に行ったら岡崎混ぜ麺を試してみてくださいます。店舗ごとに全然味が、変わっておりますので。40店舗、あるということじゃからな、さあ、ということで、さあ、そんな本日発売となったその青空、これからお届けしたいと思います。殿、やはり何と言っても岡崎混ぜ麺最高。ぜひここでですね、岡崎と言わず、お隣のこの安城、支流、この西三河、東三河、すべて岡崎、東三河には混ぜ麺ありというところを見せようじゃないか。どうした今日は行楽日和でたくさんのお客さんに来ていただいた。大変感謝しておる。それではわしらグレート家康公青い武将隊のとっておきの演舞をご覧入れよう。本日の空のごとく
共に手拍子やってまいろう。せーの、オーリーオーリーオーリーヘドー。ただ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 か三河弁メラで三河弁話すほなら行ってみりジャンダラリー。これで俺氏三河寿司が死んだ。これで俺氏三河寿司が死んだ。天下に御用そこに派と龍が水のよう流れた棒国境の御声俺もよう歩み続け諦めすぎないな。今さあこれより皆で合戦じゃ。岡崎城から天下つかの三河武士鉄の術と我ら徳川家康家康家康家ここからは皆様と共に踊るこの時間でございまする。官人踊りの時間発注。さあこの官人踊り毎週末岡崎城でやってる簡単な踊りでございまする。では、簡単な踊りのレクチャーを姫様ぜひお願いいたしまする。はい、はい、では官人踊りはとても簡単な踊りとなっております。官人踊りには2つポーズがあります。ぜひ皆様ご参加ください。まず官人ポーズその1、皆様の両手の手のひらを我々に見せてくださいまし、ありがとうございます、ありがとうございます。そのまま手のひらをお胸の前でパチンと合わせて、まず右にカンニン、続きまして左にカンニン、そして手を2回叩いてカンニンジャの上に上げます。まだまだ参加率 50% ぐらいですから、ぜひともにご参加ください。ではリズムに合わせてまいります。せーの、カンニンカンニンカンニンジャ、ありがとうございます。はい、ではお次官人ポーズその2に参ります。皆様チョキを出してください。恥ずかしいやもしれませんが、まず最初は右に官人、続きまして左に官人、そして官人じゃで上に上げます。さあいかがですか。まだまだお立ちの皆様ご参加いただけたいと思いますので、はい、ぜひともにご参加ください。リズムに合わせてまいります。せーの、官人官人官人じゃ、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。その他の踊りは我々武将を見ながら一緒に、もう小さくても構いませんので、ぜひご参加ください。ではそれでは官人踊り音楽スタート。皆様最初は手拍子です。よせーの、ラーム官人する官人。さあ皆様最初は右に泳ぎます。せーの、いたします。そして、いたします。そして、いたします。
たします。皆様楽しみに待っていてくだされ。ではまた。